日本知名作家吉田修英最近带着他的新书《路》来台湾宣传。这本书以台日合作的高铁新建为背景，透过四段故事描写台日之间两地情谊，包括年轻一代的跨国恋情，还有日本驻台主管跟酒店小姐的真情。他说这本书是他写给台湾的情书。高铁缓缓开进车站，六年内载了上亿旅客，不仅缩短两地距离，也拉近了人心的距离。日本知名作家吉田修一的新作《路》以台日合作的高铁为背景，写出四段感人故事。東京と台北であれば、飛行機に乗れば、数時間で来れるし、あと値段が安くなっ、昔と比べて本当に値段が安くなったので、その台湾新幹線でその台北と高雄が近くなったっていうのにちょっと似てる感じがしたので。その新幹線を題材にして書けば、自分が書きたいその日本と台湾の近さみたいなものを描けるんじゃないかなと思って。故事一开始，就读淡江大学的男主角跟日本游客在淡水展开短短一天的恋情。淡水は初めて一人で歩いた、台湾の中で初めて一人で歩いた街なので、であそこで。二人が出会って、で、劉仁豪っていう主人公の男が彼が住んでるアパートっていうのも、それ後日なんですけど、実は大学時代そういうアパートに住んでた。台湾的小吃、陪酒小姐也成了书中的重要场景。吉田修一说，他在台湾最喜欢民生东路，这次的新作是他写给台湾的情书。一応それをこう自分なりに答えるつもりで書いたのが今回の「ルー」という作品で、となると自分がどれだけ台湾を好きかっていうことを書いたものだから、これは多分ラブレターなんだろうなということで、日本で発売される時に本のコピーにそれをお願いして書いてもらったんです。吉田修一用文字搭起台日情谊，他说希望看到这本书的人能够喜欢这块土地。